エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、山です。山本です。カモさんのツイート。まだ思いついてない。ちょっとこのシステム厳しいです。いやだってお前ここでしかバリュー出すとこないんだけどさ、逆にさお前これ終わったらずっとうなずいてそうですねって言ってるだけじゃん。そうなんですけど、今日ツイート深掘り会撮る予定なかったんで、考えてきてないんですよね。逆に考えてきてんだ、いつも考えてない。じゃあ今回だけパスでいいよ。い同じようなやつばっかり。この後もう一本撮るからお前それ考えてくよ。でも考えててカオさんの話が入ってこないんですよね。負のスパイラルになってるんですよね。俺のせいですよね。ということで、できない理由を論理的に説明するという行為はめちゃくちゃ簡単で誰でもできる割に自分ばっかり気持ちよくなる、いわばみたいなもので、代替案は特にない状況でできない理由を論理的に説明したいならこれから交換するぞという羞恥心と覚悟を持って発言すべきである。これね、俺も結構やっちゃう時もあるし、 SNS とかもよく見かけるけど、例えばこの事業はうまくいかないとか、そのね事業に対して論理的にうまく説明してるやつとか、できない理由をめちゃくちゃうまく説明できる人って結構多いんだけど、それってパッと見すごく見えるんだけど、じゃあどうすんのっていう代替案がないケースが多いわけよ。じゃあどうすんのが一番むずくて、できない理由を説明する難易度が1だとしたら、じゃあどうすんのに答えられる難易度って10以上あるみたいな感覚なわけですよ、はい、だから例えば俺も令和の虎とかでできない理由をバーってこう言ったりするんだけど、あれがすごいとか論理的とかって言われてるのは正直ちょっと自分の中で恥ずかしさもあって、できない理由をこんなになんかカッコつけてというかペラペラ喋るのって別にそんなすごいことじゃないんだよと、まあ、頭の中で分かる人大体分かってんだよと、ただそれ俺はなんか口に出して喋るのがちょっと得意なだけであって、別にそれはすごいことじゃないと、じゃあどうすればうまくいくんだっていうそのアイデアだったりとか、まあリサーチだったりとか、そこが一番むずいから、それができるようにならないとあんま意味ないんだよね存在的に。最近の政治でもありますもんね、代替案ないやつ、うん、ああそうだね、うん、ダメだよなぜならこうでこうでとかって後付けで言うとかもね、めちゃくちゃ簡単だからね。一般的な知能だとそれもむずいから、それができるとすごく見えちゃうのかもしれないけど、実際世の中のリーダーを張ったりとかビジネスをね動かしたりする人たちっていうのは、そんなの当たり前できる人たちが当たり前のレベル感でやんなきゃいけなくて、じゃあ具体的に何するってなって出てきた案がめっちゃ普通っていうのは結構あるあるで、しかもそれがビジネスの話で言うと、例えばじゃあこのビジネスだったら絶対うまくいかない、なぜこうでこうでって、だからもう一個サイト作りましょうとか、意味ないじゃん誰でもできんじゃんみたいなとか、結局金もう一回かけんのかいみたいなのしか出てこなかったりすると、あんまり価値がなくて中長期ではやっぱそういう人って需要がなくなっていくっていう感じなんですよ。わかります？僕のことですね。いやいやそういうわけじゃないけど僕もねたまに考えるんですよ、うん、これはできませんってクライアントに言おうと思うけども、うん、じゃあどうしたらいいんだと、うん、それはないっていう状況たまにあります。そうだよね、はい、うん、たまにってかまあ普通にあります。あれは自分でも苦しい瞬間と言いますか。だから例えばこれ見てるみんなも分かりやすいように、年収チャンネルの企画ってっていうので考えるときに、 4,5 人で話し合ったときに、まあ年長のメンバーはそういうやついないけど、こういう企画どうかなって言ったときに、いやそれは他の人がやってたからで伸びてないんで、リサーチした結果伸びないです、キランみたいな。あそうかそうか、じゃあこの B プランはどうかな、それもこうでこれ伸びないです、キランみたいなってなったときに、え、じゃあ何がだったら伸びると思うみたいな言ったときに、出てくるアイデアが一番大事で、それがしょぼかったら実質否定したのは価値ほぼないからバリューないみたいな感じになっちゃうじゃん。わかる、わかります、わかります。耳が痛い内容ですが、うん、なかなかね難しいですね。じゃあ A プランこういうのどうって言ったときに、それ伸びないと思います、ただこうしたら伸びるんじゃないですかっていう補足でポジティブな方で言ったりとか、これ伸びないと思うけどここはこうしたらいける可能性はゼロじゃなくなるよねっていう感じで、結局これならいけるって発言することって一種自分の評判とか評価っていうのをリスクを負うわけよ、その発言一個が。カモさんが言ったからやってますみたいな感じになりますもんね。リスクを負うっていうのがすごくちっちゃなリスクなんだけど、普段の仕事上の会話ってそのリスクの取り合いなわけですよ。これだったら多分いけますって最初に言えるやつって強いんだよやっぱ。でそのなんかちっちゃな評判をまあリスクをかけてやって、うまくいったらその人の信用積み上がっていくけど、うまくいかなかった時に、あこの人言ったこと間違ってたなって言ってやっぱ下がるんだけど、でもそれをやっぱ繰り返していかないと結局リスクを負わずにはね評判って上がっていかないという、ね、信頼というか、なんちゃってコンサルになります。なんちゃってコンサル、はい、
誰でもできるコンサル基本的にねビジネス9割うまくいかないからね、9割をね当然説明できるのは大体みんなできるわけっていう話です。これも近いですね、うん、ケースバイケースという言葉を商談中に使う人多いけど、ビジネスにおいてケースバイケースではない事象は存在しないから使うのをやめてほしい。まあそうだね、だから今のと同じだよね結局、まあ、そのいけるって断言するとかいけると思いますっていうのが大変だけで、ケースバイケースだったら誰でも言えるし、ケースバイケースじゃない事象を逆に教えてっていう感じだね。基本的に全てケースバイケースだね。ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。